はい皆さんこんにちは今日はですね音楽の話題でもなくそして GPT の話題でもないそんなお話をさせていただこうと思っていますズバリデータベースということですデータベースって難しいなとかそういうようなことを感じたことはないでしょうか 今日はデータベースのことをやっていない人でも必ずできるようになるようなそれもなんと無料で見つけましたので皆さんにおすすめをしていこうと思っています無料ですから怖がる必要は全くありませんよねそして本格的に使いたいという要望が出てきたところで買い切りの8,800円これで使えるという なんとリーズナブルなデータベースでしょう。ですから、業務にも、そして趣味のコレクションとか、そういったものを管理するというのにも使えるということです。今日は今画面に表したようなメニューで進めていきたいと思います。一つ目は、データベースは難しいという話で、先ほども言いました、フルフリーというソフトのご案内をしていきましょう。 今、ブラウザに表したのがフルフリーの公式ページです。内容はこれからお話ししていくわけですけれども、右上の無料ダウンロード。これをするとこのようになりますので、ダウンロードフォルダーに保存をして、そして実行をすればいいだけです。ちょっとやってみましょう。はい。タスクバーとかからフルフリーというのを起動します。 はい。最初の画面はこのような画面です。僕は今動画データというようなデータベースを一つ作ってもう運用しています。これはどういうことに使っているかと言いましたら、SnowAI という音楽生成 AI でクリエイターの皆さんを集めて約20名の方で動画作品を作ったりしているメンバーがいます。 もちろん今もメンバーを募集しているんですけれどもそのメンバーさんの管理と作った動画の URL の管理というのをしていますまた機会があればお見せしますそしてここからは完全に新規のデータを作りましょうファイルから新規作成というのを選びますそしてこれは Excel で今まで表を作っていたというようなときは、Excel のファイルからデータベースを自動的に作成することもできるんですが、今日は全く空の状態、ここからスタートをしていきます。次へを押します。じゃあここで保存場所を選んで、先ほどのところに書いてあったんですけれども、レッスン管理をするようなデータベース。 これを作っていきましょう。まあ、顧客管理とよく似たシステムということです。はい、レッスン管理という名前にしました。そして、フォルダーなんですけれども、C ドライブがかなり詰まってますので、G ドライブというふうにします。はい、そして、IME の自動制御ということで、半角の文字のときは半角のように、全角文字のときは 漢字が入れれるようにとかいうような制御をしますかということですそして CTI システムというのは電話をかけたりするようなシステムいわゆる通販のオペレーターみたいなもんですねそういうのを構築する時に便利なようになっていますシステムというのはとっても高価なシステムそういうものが多い中でこれはプロ版でも 8800円でできるという画期的も画期的もすごいソフトということになりますこれで OK をしましょうこのようにできましたここでテーブルを作っていきますテーブルというのはそのデータを入れる箱のようなものと思ってくださいここでプラスを押しますテーブルの定義を行うということで次へそしてテーブル位置というのは セイトというテーブルです。こういうような画面が出てきました。ここで ID 番号でやっていきましょう。そして名前。そしてこの人はどんな講座を受けてくれてるかというようなことなんかもいりそうですね。でもこれは後でも追加できますので今はわかっていることだけでも大丈夫です。ですからここに 自己講,講座というふうにしておきましょう。これがもしかしたら何個かというときはここで複数作ってもいいと思います。自己講,講座1。こういうようなことですね。そしてこれにはオプションがあります。まず一番上を見てみましょう。短いテキスト、文字でいいと思いますので、これはいいんです。まあ、どんなものがあるか見てみましょう。 長い文章ですね長い文章を入れるような時とか数字とか日付とかこういうものがありますこれを見て今思いつきましたけれども入行日とかいうのもあればいいですねじゃあここで入行日というのも作りましょうこれは日付ですこのようにできますそしたらこの下側のところで日付のみなのか 日付と時間なのかということもできますが日付のみでいいでしょうそしてここでは複数値というようよなものものあります。さっき「受講講座」「1」「2」というふうにしましたがこれを「複数値」というのを押して複数入れれるようなことにしてもいいわけですで「入講日」は必ず入れるいう ということにしたいときはここをチェック入れて空白は禁止ですよというふうにすることもできるんです。あと手入力が禁止いわゆるもう自動入力するのかというようなことを聞いてくれますが今日のところはちょっと難しいことはやめて今やってる作業というのは箱を作ってるそんなふうに思ってください。まずはこの 5つの項目を作りましたので、これでもういいことにします。じゃあ、OK を押します。はい。そうしますと、ここに表計算のように5つの項目が出てきました。ここで登録をしていけることになります。仮に適当な生徒さんの名前を2人分入れてみます。1人目は皆さんにじっくり見ていただきます。コードは何桁でつけるかとかいうのも ここで、その事業規模などに照らし合わせて考えてみてください。僕は一応4桁にします。001。このようにしまして、名前は山田太郎さん。そして、受講コーダは、まあ僕の音楽としましょう。DTM。そして、AI コーダ。このようにできます。でも、これ、 打つたんびに入れるのは面倒ですよね。これらを選択入力する方法もありますので、それを後から説明します。じゃあ、ここで入行日のところで、右の三角を押すとですね、ちゃんとカレンダー入力できますので、今日の日付、これを入れましょう。では、2人目。はい。 このように入れれるようになっているわけです。これらはですね、001番の横になると指で見えにくいんですがカードで開くという風になっています。これカード型で見ることもできるんですね。こんな感じです。カード型ででも入力ができます。左側の表になっているようなものが縦に表示されるわけですね。ここでも新規のデータ入力ができます。 生徒 ID0003。名前は坂本浩二としておきましょう。受講コーダは DTM。そして入行日を入れます。ここで確定を押します。このように坂本浩二さんが入ってきました。このようにカード入力というのもできるようになっているわけです。いつでもボタンを押せば、はい。 このようにカード型で表示することができます。これで生徒の管理というのはできたわけです。次は毎月毎月授業料が入金されている、もしくは授業を受けた、受けない、そういうようなことを管理したいですよね。では、そういうテーブルを作りましょう。はい、ここでプラスというのを押します。するとテーブル定義を行う。 今度は月管理。そして次へ。こうしますと月管理のテーブルがこのようにできたわけです。ここで入力をしていきます。同じように生徒 ID がありますよね。名前はもうこちらにあるから引っ張ってきたいわけです。では2番目の項目を設定します。ここには名前。これが欲しいですけれども、 今度は短いテキストではなくて、計算,算参照というのを選んでおきます。この設定は後でやります。そしてここで、何年という年度、これを入れるようにします。そして今度は月。月を入れる項目というのにしました。 そして、入金済みとかいうようなことを選択できるようにします。そして、金額。金額は数字ですよね。このような項目を作りました。そうしまして、左で作った生徒のテーブルと月管理のテーブルをつなぎたい。そんな時は、新しいフィールドで ID 参照という こういうような名前でつなぐ項目というのを作ります。そしてここでキーリンクというふうにします。キーリンクの設定を下でやります。左の方にキーリンク設定が出てきました。リンク対象のテーブルですから、これは生徒のテーブルになります。そして月管理の方の生徒 ID と生徒の方の生徒 ID ID。これとこれが同じだったら同じ人だよというような設定をするわけです。OK をします。生徒とキーリンクをしましたというふうになりました。じゃあ、先ほど名前というのを作りましたけれども、この名前が計算式でやるようにしましたね。この計算式を入れます。 ここで3点メニューがありますので計算式を入れます。それではどの階層から取ってきますかということでここで先ほど作ったキーリンクを見てみます。そこに名前というのがありますね。この名前を引っ張ってくるということです。ここでダブルクリックをすると ID 参照の名前という風になります。じゃあこれで OK を押します。 これで名前の計算式というのが出来上がったということになります。細かいことはいろいろあるでしょうけれども、ここで OK を押します。そうしますと、月管理と生徒というのが出来ました。これらはですね、この上にタブがありまして、いつでもこのように切り替えることができます。じゃあ、月管理を入れてみましょう。 0001と入れてエンターを押すと自動的に名前がこのように出てきました。はい、これ0002と入れてみましょう。はい、こうやって名前が変わります。いわゆる自動的に引っ張ってきてるということですね。そして年度を入れましょう。2024年2桁で入れていきましょう。そして入金がありなしです。 ここはちょっと空白のままにしておきます。そして金額入れます。2万5千円と。このように入れました。はい。ちょっと広くしておきます。そしてここで ID 参照というのが出ています。これは先ほどやりましたキーリンクの設定で2番だということになります。じゃあ、このデータで入金ありなしというのを いちいち入れる。めんどくさいですね。そういう時はどうしたらいいんでしょうか。これで、はい。歯車マークからテーブルの管理ができます。月管理の方です。この入金とかいうところにですね、値リスト。これを入れておくと便利になります。ここで、最初はなしですから、なし。そして、 このようにしましょうここで OK を押しますではですね月管理のデータベースを見てみましょうこの入金のところに三角のチョボができましたここを押すと「なし」と「墨を選択入力できるようになりましたまだもっとプログラムを良くすることができます今度は、 もう一度月管理のデータベースを触ってみましょう。ここの入金のところですね。この入金のところが最初の値というのを入れておくことができます。自動入力、初期値というのを選べるようになっています。ここでなしから始めたいですのでなし。そして OK をします。そうしますと、 ここで新規入力をしたいと思います。0 0 0ロ1番入れた時点で入金のところが自動的になしになりましたよね。そして年度。このように入力していけるわけです。そうしましたら、生徒と新しいタブということで月管理。 この二つを出しておいてタブでパッパッと切り替えることができるようになっています。もちろん月管理の方を別ウィンドウでするときはドラッグドロップするとこのようにできます。別々に自由なレイアウトで見ることができるわけです。そして仮に合計でいくら入金をしてくれたかとかいうような計算もできるようになっています。 また生徒のデータベースこれを修正しましょう新たに入金額合計というのを作りましょうそして数字ですねそして今度もこちらからフィールドが合致するかどうかというキーリンクを作る必要があります キーリンクの設定をします。今度はリンク先は月管理です。そして生徒の ID でこのようにつなぎます。そうしますとこの入金金額の合計というのが本来は手入力しないといけないところが計算というのができるようになります。計算式を作りましょう。ここからちょっと難しくなります。キーリンク先、この金額ですね。これの合計 といいうのを作りたいわけですまずちょっとこれを入れます。本当はこれだけではダメなんですが先頭のところに合計をするような分類を押しまして数学三角関数というのがあります。いわゆる合計をしたりということです。合計は Excel なんかでは SUM というのを使いますよね。ここに SUM というのがあります。これを選んでダブルクリックをします。 すると、サムカッコという風になりました。先ほどこちらから入れてしまいましたので、これをカットして、このカッコの中に貼り付けをします。これで金額の合計をするという風になります。これをやったら関数がちゃんと正しいかをチェックができるようになっています。ここでダメだったら赤色でエラーが出ます。 今回はいいということで、薄緑の色が出ました。はい。これで計算式は合ってるよということです。これで OK をします。そして確定をします。閉じます。こうなったら、生徒のデータの方に、下の方から引っ張ってきました。例えば、この2番が1番だったとします。はい。そうしましたら、 2万と2万5千円が一番の人になるわけですから、これで4万5千円に変わりましたね。そして、これ見栄えの問題ですけれども、キーリンクというのは、今は見せたくないというような時は、ここで右クリックをすると、フィールド非表示というのがあります。このようになくなりました。もしこれをどうしても出したい時は、この右の三角、ここからですね、 表示フィールドで今隠したキーリンクを出すとまたこのように出てきます。でもこれらは見た目なくってもいいものなのでフィールド非表示というこういう処理もできるようになっているわけです。じゃあ今度は3つ目ここで00002はい2024年04月そして金額が3万円こんな風になると 上も瞬時に連携して変わりましたね。このように生徒のテーブルと月々の管理のテーブル、これが連動して動くようになるわけです。難しいでしたでしょうか通常ならこのソフトを買うか買わないかから入るところですけれども、Windows ユーザーの方は無料で使えるので、僕の動画を端に置きながらですね、 全く同じようにやってみてください。そして黒板にも書きましたように、次回はこれを表計算ソフト、Excel とか Google スプレッドシートそういうようなものでまた再管理する、そんなようなことができますので、スプレッドシートのいいところは、レイアウトとかが自由になることです。このソフト、 僕はいいことばかり並べましたが一つだけ欠点があります。それは今お話しした出力の部分がちょっと弱いんです。ですから Excel に吐き出してかっこいい帳表を作るということがこのソフトの今の段階です。将来はアップデートされるかも分かりませんけれどもその部分を 安くして、能力自身は僕がやってみたところ、黒板の3番目に書いてあります。ファイルメーカーというのが、こういう手軽に簡単に作れるデータベースとしては、多分一番リーダー的な存在だと思うんですけれども、そのファイルメーカーを越すぐらい、それがなんと無料です。ファイルメーカーの場合は、数万円のサブスクがいるわけですね。 一般の中小企業やフリーランスでやっている人にはかなり大きな負担になりますので是非ともこのフルフリーこれを使ってですねこれからもデーータベースを勉強ししていきましょう。僕の方では業務に適したソフトを開発のお手伝いもできるようになっていますもちろんそれは数千円とかという単位ではなかなか難しいです CD のコレクション管理をしますという程度なら5000円1万円でできるでしょうけれども業務に合ったプログラムを開発するということになればもう少し費用はかかると思いますがでもこのソフト今お見せしたように従来のデータベースよりとっても簡単ですのでコストは多分5分の1ぐらいに抑えれるんじゃないかなそんな風な思いで いています。また何な,なりとご相談ください。では、今日はご視聴ありがとうございました。まったねー。